ハリウッドの大物俳優ブルース・ウィリスさんがドラえもんに変装し、海外の人々を驚愕させています。ハリウッドの大物俳優であるブルース・ウィリスさんは日本の CM にも出演経験があり、 NTT ドコモ、ソフトバンク、スバルレガシー、ダイハツミライースなどに出演しています。特にソフトバンクではドラえもんに扮したブルース・ウィリスさんも登場しました。そんなブルース・ウィリスさんですが、現在失語症を患って2022年に俳優業を引退しています。彼はその後前頭側頭型認知症と診断され、余命もあと2年の可能性もあると言われているのです。そんなブルースさんは家族と共に人生最後の日本旅行へと出かけたのですが、その日本である奇跡が起き、家族全員が泣き崩れたといいます。今回の動画では大物俳優のブルース・ウィリスさんが日本の CM に多数出演していることや、日本で何が起きたのかを紹介したいと思います。またそれに対する海外からの反応も見ていきます。日本の CM でも有名なブルース・ウィリスさん。ブルース・ウィリスさんは1955年3月19日アメリカ合衆国に生まれ、現在69歳です。彼は日本の CM にも多数出演し、よく覚えている人も多いのではないでしょうか。例えばダイハツの CM ではブルースさんはダイハツミライースと日本語で喋り、その後なぜか自分の両手で自分の頭を叩くシーンがあって印象的でした。ブルースさんのこのシーンでは衝撃的、彼のイメージと全然違うとコメントする人もいました。ブルースさんのミライースの CM はいろいろなバージョンがあり、彼が大物ミラブースとわざと間違って喋っているシーンも話題になっています。ブルース・ウィリスさんのミライースの CM については視聴者からは多くのコメントがネット上に寄せられていましたので、その一部をご紹介します。いかにもリッチで大金持ちそうなブルースさんが CM してるけど、こんな大金持ちがミライースを買いそうには思えない。車とキャストがあまりにも不一致すぎる。ダイハツの戦略として大物のブルース・ウィリスに社名を言い間違いさせることで逆に社名を印象付ける戦略なんだろう。つまりミスマッチは最初から仕組まれた戦略だろうね、といった冷ややかなコメントが多く見られましたが、一部の人たちには受けていたようです。またソフトバンクの CM ではブルース・ウィリスさんがドラえもんに扮して登場しています。ソフトバンク株式会社の 5G ってドラえもん登場編として2020年3月から放送されていました。ソフトバンク 5G とドラえもんがコラボレーションするこの CM ではブルース・ウィリスさんがドラえもん役で登場し、ドラえもんが何気ない日常を過ごしていた白時計に突然やってくるという設定です。 CM の撮影中、ブルースさんは動きや表情のバリエーションをたくさん撮りたいという監督の意向に快諾したといいます。ブルースさんは監督から出された指示に対し、もう少し顎を引いた方がいいですか、ここで左を向くんですね、こんな感じで大丈夫など細かいニュアンスを確認しながら臨機応変に対応していたそうです。また一緒にプレイバックの映像をチェックしていた時、監督が OK を出すかどうか迷っていると、もう一回やりますよと自らリテイクを提案したこともあったといいます。そして次のテイクで OK となった時は周りのスタッフから大きな拍手が沸き起こったそうです。そしてブルースさんはお腹のポケットにこっそりバナナを忍ばせたまま何食わぬ顔でカメラの前にスタンバイ。それに気がついたスタッフがクスクス笑っていると、さも今気がついたとばかりにポケットからバナナを取り出し、いつの間にか入っていたんだよとおどける場面もあったそうです。他にも屋根から落下して起き上がるシーンがありますが、横になったまま寝たふりをしてみたり、メイキングのカメラに向かってノリノリでステップを踏んでみせたり、タケコプターを頭のてっぺんに乗せたまま落ちないようにバランスをとったり、お茶目な行動を連発していたそうで、そうしたハリウッドスターの気さくな一面によって撮影現場の空気は和んでいたといいます。もともとコメディアンの経験もあるブルースさんですから、こうしたジョークはお得意なようですね。彼のキャリアは1980年代から始まり、その後はコメディ、ドラマ、アクションなどテレビと映画の両方で活躍し、特にダイハードシリーズの主人公であるジョン・マクレーン役で人気になり、映画スターとしての知名度を上げました。またその後は SF 映画アルマゲドンや不朽の名作であるホラースリラーシックスセンスなど有名作品でも出演しています。ブルース・ウィリスさんは
これまでに2度エミー賞とゴールデングローブ賞を受賞し、4度のサターン賞にノミネートされ、彼の演技のお手本としてゲイリー・クーパーやロバート・デ・ニーロ、スティーブ・マックイーンらの名前を挙げています。ブルースさんは意外にもペンス・グローブ高等学校に通っている頃に喫音に悩まされていましたが、ステージの上で自分を表現するようになると喫音はすぐに消えたそうです。ブルースさんはその後もステージで演じ続け、高校では演劇部に所属して生徒会長も務めていたといいます。そして高校を卒業したブルースさんはセーラム原子力発電所で警備員として働いたり、他にもディープウォーターのデュポンで輸送業者や工場労働の経験もあります。モントクレア州立大学の演劇部に所属し、いくつかのオーディションを受けた後、オフブロードウェイのヘブン&アースでデビューを果たしました。またこちらブルームーン探偵社のデビッド・アディスン・ジュニア役のオーディションを受けて3000人の候補者の中から選ばれ、コメディ役者としての地位を確立しています。そんなブルースさんが初めて日本に来たのはワーナーブラザーズ配給の正月映画ラストボーイスカウトの公開に合わせた1991年11月のことでした。その時ブルースさんが到着の3日前、ワーナーから日本人担当者にバンドを連れていくと連絡が入り、ブルースさんのバンドだったレッドデビルズが突然彼と同行することになったのです。日本の担当者は映画の宣伝のはずなのになぜバンドなんだろうと不思議に思いながらも、空港に迎えに行くとブルースさんから楽器を積んでバンドのメンバーと一緒の車に乗ってくれと指示されたといいます。ブルースさんが乗ったリムジンの後を追いかけるバンの中で、担当者は片言の英語で音楽談義を始め、エアギター演奏などで何とか持ちこたえると1時間ほどかかって無事に赤坂の宿泊先に送り届けることができたそうです。担当者の方は当時のことを、あれは冷や汗ものでしたよ、通訳の人もいない状況でよく乗り切ったと思いますと振り返りました。到着の翌日が取材の日で、宿泊先に隣接する別館で記者会見が行われることになっていたのですが、ブルースさんはその会場までのわずかな数十メートルを車に乗って移動したといいます。そして昼過ぎの記者会見の開始時間に40分ほど遅れて到着しても、全く悪びれる様子もなく堂々と登場しました。どうもありがとうと日本語で挨拶し、機嫌よく会見が始まり、新聞や雑誌のインタビューにも快く応じたそうです。そして無事に記者会見が終わったその夜、ブルースさんは六本木の2つのクラブでレッドデビルズのメンバーとステージに立ちました。担当者は当時のことを振り返り、歌をちょっと歌ってブルースハープも吹きました。歌はお世辞にもうまいとは言えませんでしたが、ブルースハープの方はなかなか上手でしたよ、気持ちよさそうに演奏していましたと語っています。数々の大物スターを見てきたその担当者は、ブルース・ウィリスさんほど予想ができなくてヒヤヒヤさせられる俳優も少ないですね、短期で気分屋と聞いていたので機嫌を悪くしないように細心の注意を払いましたと振り返りました。またブルースさんはかつて日本のテレビ CM でもよく知られる俳優です。それは1991年の NTT ドコモの CM から始まり、自動車メーカーであるスバルのレガシー、缶コーヒーのジョージア、コウワ新薬のコウワパワードコーヒーなど日本の CM には数多く出演しています。またダイハツの未来イースやソフトバンクのドラえもんをよく覚えているという人も多いのではないでしょうか。日本にたびたび訪れているブルース・ウィリスさん、ブルースさんはこうした CM の撮影や映画の記者会見で日本を訪れることがたびたびあったのです。そんな彼はスタッフたちにいたずらを仕掛けるのが好きだったといいます。映画アルマゲドンの記者会見で来日したブルースさんは日本のスタッフにいたずらを仕掛けました。ブルースさんはアメリカから日本に訪れる際、宣伝用にかぶるアルマゲドンの帽子を持ってくるのを忘れたふりをしたのです。そして日本のスタッフに、その帽子がないとブルースの機嫌がどうなるかわからない、彼はブチギレるかもしれない、まだ十何時間かそっちに着くまで時間があるから、その間に同じ帽子を用意しておくようにとマネージャーに連絡するように言いました。ブルースさんにとっては日本のスタッフを困らせようと思ったただのいたずらだったのです。彼は飛行機の中で日本のスタッフがどんな反応をするのか楽しみにしていました。そしてワクワクしながらブルースさんは成田空港に降り立ちますが、なんと出迎えに来ていた日本のスタッフからあのアルマゲドンの帽子を渡されたのです。
ブルースさんはすぐには理解できず、キョトンとした表情で固まってしまいました。どうしてこの帽子がここにあるのかと事情を聞いたところ、まさかの返答にブルースさんは驚きを隠せなかったのです。ブルースさんとそのマネージャーの冗談を真に受けた日本のスタッフは、海外からわざわざ足を運んでもらう大スターの機嫌を損ねてはならないと大騒ぎになっていました。そこでなんとかアルマゲドンの帽子と同じものを用意するために、スタッフたちはいろいろな場所に駆け回ったのです。そして全く同じ帽子を作ってくれる帽子屋を見つけることができ、なんとかブルースさんに帽子を渡すことができたというわけです。ブルースさんの冗談を真に受けて必死になった日本人に対し、ブルースさんは、どれだけ真面目なんだ日本人は、いたずらにここまでしっかりと対応されたのは初めてだと思わず笑ってしまったのです。そして客を大事にもてなそうとする日本人の心意気に感動したとスタッフに伝えました。短気な気分屋として有名なブルースさんも、この来日中に行われた映画の宣伝に終始上機嫌で参加し、アルマゲドンは当時の歴代洋画興行収入で2位と記録的なヒットとなりました。この来日をきっかけに日本のことがすっかり好きになったブルースさんは、たびたび変装してお忍びで日本旅行をするようになったそうです。夜の京都の街をブルースさんに案内したという男性は、ブルースさんは寿司や天ぷらなどの日本食が好きになったようです。祇園に行って一緒に遊びもしましたが、京都の夜の難しい作法にも必死で対応しようとしていましたけれど、何より彼は日本のもてなしの気持ちを愛していたようですと、ブルースさんが日本の寿司や天ぷらが好きで日本のおもてなしの姿が気に入っていたことを明かしました。また京都にある会員制のレストランにもよく訪れていたといいます。ブルースさんと一緒に食事をしたという男性は、ブルースさんは食事に出てくる抹茶が大好きでした。本当は一杯しかもらえない抹茶をブルースさんだけ何杯もおかわりしていました。日本が好きだけどファンに囲まれるよりもお忍びでゆっくりと過ごしたいと考えていたブルースさんは、このレストランを非常に気に入り、よく行っていましたと語っています。もともとは気が短く破天荒な性格だというブルースさんですが、抹茶が気に入っていたというのはなんだか不思議な気がしますね。映画などで大活躍を続けていたブルースさんは、アンブレイカブルシリーズの最後の映画であるミスターガラス以降、手当たり次第に出演作品を増やし、3年間でなんと25本もの映画に出演しています。しかしそれらは短期間で制作されていますから、当然ながらあまりにもクオリティが低く、この映画のほとんどが劇場公開すらされることがありませんでした。このような事態がしばらく続いていたブルースさんですから、ファンからは失望と怒りの声が上がり始め、人気も衰えていきました。現在は深刻な病に侵されているブルース・ウィリスさん。そして実はこの時期にブルースさんは深刻な病気に侵されていたのです。それは脳損傷による失語症というものでした。認知能力と記憶力が著しく低下したブルースさんは、台本さえもまともに覚えることができなくなっていたのです。実はブルースさんの最後の興行作だったミスターガラスを撮影した当時、もうすでにこの病気はかなり進んでいたそうで、急いでキャラクター設定が変更されていました。映画の中ではブルースさんはほとんどのシーンでイヤホンをしていますし、彼が演じたキャラクターはレインコートを着用し、顔がほとんど出ないようにしています。このレインコートはセリフを知らせるイヤホンが見えないように自然に隠すために追加されたものだったのです。ブルースさんの病気が世間に公表されたのは2022年3月で、現夫人のエマ・ヘミングさんと元妻のデミ・ムーアさんが同時に SNS でブルースさんの引退を発表したことから分かりました。ブルースは失語症を患っており、認知能力減退によってこれ以上演技をすることができないと伝えていたのです。そして2023年2月、ブルースさんは前頭側頭型認知症であることを発表しました。前頭側頭型認知症は60歳以下で発症する認知症の中で最も多い病気であり、記憶が少しずつ失われていくタイプの認知症ではなく、主にコミュニケーションと行動に影響を与える変性疾患の一種ということです。この病気の初期症状の一つが失語症で、他の人と話したり書いたり、物事を理解するのが難しくなってしまいますから。ブルースさんは俳優としての人生に幕を下ろさざるを得なくなってしまいました。ブルースさんの家族は、現在この病気の治療法はありません、私たちは何年か先にこの現実が変わることを望んでいますと、現在のところ
この病気の治療法がないことや、将来的に現実が変わることに期待していることを語っています。また、ブルースは常に自分の声を世の中に届けることで他者を助けることにつながると信じ、公的にも私的にも重要な問題に対する意識を高めることにつながると信じていました。と、ブルースさんがずっと自分の声を届けたい気持ちがあったことを明かしました。そして、ブルースが今、もし自分で行動できるのなら、世界的注目を集めて、身体を衰弱させる病気と向き合っている人々とつながり、この病気が多くの人やその家族に少しでも良い影響を与えるかで答えたいと思います、と語っています。ブルースさんは自分の病気を公表することで、同じように体を衰弱させている人やその家族のためになるようなつながりを求めていることを明かしました。この病気にかかった人は通常では約6から8年生きると言われていますが、時には2年しか生きられないこともあるそうです。ブルースさんは病気が進行していて、今ではもうほとんど話すことができないと言います。ブルースさんの友人はアスウィークリーのインタビューで、それでも家族全員がブルースさんと多くの時間を過ごそうとしていると語りました。またブルースには良い日と悪い日がある。そして良い日よりも悪い日の方が多い。しかしこの経験によって家族全員の絆がさらに深まった。ブルースが病気と診断された時、彼を愛していることを常に思い出させるために皆が集まった、とブルースさんを中心に家族の絆が深まっていることを明かしています。俳優業を引退後、家族に支えられて穏やかな日々を過ごしていたブルースさんは、愛する家族と共にもう一度大好きな日本に訪れることにしました。ねえパパ、前に日本に行った時のことを話してくれたよね。抹茶がすごく美味しかったって。今度みんなで日本に旅行に行かない？次女の言葉でブルースさんは以前よく訪れていた京都に家族揃って旅行することになったのです。無事に飛行機にも乗れて日本に到着すると、ブルースさんはなぜか急に姿を消しました。その理由は、一人でトイレに行こうとして道がわからなくなってしまったからです。ブルースさんが急にいなくなったことで家族は大慌てで探し回りました。その時、日本人スタッフが一人で困り果てていたブルースさんを見つけ、家族のもとへ連れてきてくれたのです。家族が日本人スタッフにお礼を言うと、何かお困りの時はいつでも声をかけてくださいと優しく声をかけてくれたと言います。ブルースさんが見つかったことで家族はほっとし、改めて目的地である京都に向かうことになりました。そしてやっと京都に着いたブルースさんとその家族たちは、久しぶりに訪れたあのレストランに行き、ブルースさんは家族に囲まれ静かに抹茶を味わうことができたのです。残念ながらブルースさんは話すことができませんが、昔のことを思い出したようで、その顔は満ち足りた表情を浮かべていました。そしてその顔を見た娘たちは、久しぶりに見る父親の笑顔に思わず涙してしまったほどです。その後京都の街を散策することになったのですが、ブルースさんは旅の疲れもあってふらついてしまい倒れそうになったのです。すかさず家族が支えましたが、彼の表情はとても不安そうでした。そんな時、通りすがりの着物姿の日本人女性が、大丈夫ですか、そこに休める場所がありますよと親切に話しかけてくれたのです。ブルースさんの娘たちは日本人の優しさに驚くと同時に、感謝の気持ちでいっぱいになったと言います。一日中京都の街を満喫した後、ホテルに戻ってきたブルースさんとその家族は疲れ果ててしまいました。というのが、家族にとっては病気を抱えているブルースさんの面倒を見ながらの観光は決して簡単なことではなく、お互いが疲れてしまうのは仕方がありません。いくら愛している父親でも、ずっと面倒を見続けるのは大変なことなのです。ですが、家族はブルースさんに対し、決してそんな素振りを見せることはありませんでした。そして、そのことを気づかれないように、家族みんなで必死に笑顔を絶やさないようにしたのです。そんな中、突然ブルースさんの口から、バノサという声が聞こえてきたとき、家族はブルースさんが喋ったことに驚き唖然としました。彼はずっと話すことができなかったのが、急に喋り出したからです。その声は、迷惑かけてごめんと語っています。ブルースさんの意外な言葉を聞いた家族のみんなは感動して目に涙を浮かべました。そして、大丈夫大丈夫よ、何があっても愛しているわ、だって家族でしょと妻のエマさんがそう言うと、ブルースさんは皆を抱き寄せたのです。そうやって家族全員が抱き合って泣いている姿は、
家族の絆を感じずにはいられないですね。ですからきっとブルースさんもこの夜のことをずっと忘れることはないでしょうね。その後、日本旅行から戻ってきたブルースさんと家族は穏やかな日々を過ごしています。ただブルースさんの病気は日に日に進行していきます。しかし家族は変わらない愛情で彼を支えていて、今回の日本旅行にしても家族の絆を一層深めるものとなりました。たとえブルースさんが変わり果ててしまったとしても、家族にとっては愛する人に変わりないのがよくわかります。そんなブルースさん一家は家族の見本と言えるのではないでしょうか。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。日本のコマーシャルって特別だよね。予測不可能なところがとても気に入っているわ。ああ、ブルース・ウィリスがドラえもんなのか。ドラえもんを見たことがある人だけがこのコマーシャルを理解できると思う。ブルース・ウィリスさんといえばやっぱりダイハードのジョン・マクレーン。他の映画や日本の CM のことは正直よくわからないわ。日本の CM に登場したブルース・ウィリスを見たときは正直ここまで落ちぶれたのって思ったけど、徐々に馴染んできた。日本のコマーシャルは大好き。とても面白いし、言葉に感情がこもっているところがいいね。本当はもっと日本の CM でブルース・ウィリスを見てみたかったよ。病気だと分かってちょっと心配ですね。ブルースさんとその家族を見て本当に家族の絆を感じました。彼はもともとコメディ役者だったんだから、人を笑わせることはお得意なんだよね。確かにブルース・ウィリスのミライースのコマーシャルはダイハツの戦略だったのでしょうけど、正直よく分からなかったわ。受ける人には受けていたようですけど。ブルース・ウィリスのソフトバンクのコマーシャルはとても面白かったです。どこがドラえもんなんだっていう感じが特に面白かったよ。今回の海外の反応では、日本の CM に登場したブルース・ウィリスさんが面白かったというコメントが多くありました。ただ、CM の意味がよくわからなかったというコメントもあり、賛否両論あったようですね。今回は、ハリウッド俳優のブルース・ウィリスさんが日本の CM に多数出演していたことや、日本が好きで、よくお忍びで来ていたことについて紹介しました。ブルースさんは、日本の CM に多数出演しており、特にダイハツミライースやソフトバンクの CM では多くの視聴者から反響がありました。また、彼は日本が好きで、お忍びでよく日本に来ていたそうです。そんな現在のブルース・ウィリスさんは、前頭側頭型の認知症のために失語症を患っていますが、家族の温かい愛情に包まれて生活しています。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひとも高評価、チャンネル登録をして次回の動画をお待ちくださいませ。